ません。イエーイ。お待たせしました。大変。ヤッホー。ちょっとお水を飲ませていただきます。こんばんは。今日も早めな気がする。早い時間です。めっちゃ遅れちゃった。やっほー、こんばんは。こんにちは。こんばんは。もう暗くなってきましたね。だんだんと。まだ明るいか。まだ明るいですけど。やっほー。顔薄い。今日メイクしてるけどなんか顔薄い。イエーイ。やっほー。6時くらいには終わりたいんですけど、もうちょっとしかできないんです。そしたら6時前に終わるんだけど、6時頃に終わると思います。6時頃に終わると思います。なんか暗いかな画面。いえ、昨日はそうオールするつもりだったんですけど結局しなかったんですよ。しなかったんかいって感じですけど、わあ。結局しなかったです。あのじっくりゆっくりたっぷり寝ました。いやー本当にそれが、いやめちゃくちゃオールする気満々で、いやちょっといろいろオールしないとやばいってなって、てかさ今日めっちゃ髪跳ねてるんだけど、今日すごいなんか癖が、アイロンすればいい話なんだけど何もしてない。なんか外羽っぽくていいかなとかしてね、サボってますけど。外羽風になっちゃってるよ。で、そう。しっかり寝ました。オールストリーにまんまんだったんですけど、私基本オール余裕なタイプなんですよ。オールしようと思ったらいけるタイプなんだけど、全然まあ普段はそんな健康に良くないですからやめるんですけど、そんなことはしないんですけども、昨日夜よし頑張ろうと思ったんだけど、もうなんか尋常じゃないくらい疲れてて、あこの疲れでちょっとオールしたらまずいと思ったので、昨日は結局寝ました。たっぷり寝ました。そう昨日もねちょっとオールする気になれなかったので。結局寝ました。その分今日ね頑張ったです。最近朝起きれない。遅く、なんか私は6時くらいに起きたいんだけど、いつも8時過ぎになっちゃう、起きる。寝ること大事。
暗いかな、暗いですか、ね、大丈夫かな。いやーね、寒かったですね、今日も。めっちゃ寒かった。寒すぎる、ね、まずなんか さ寒いじゃないですか今普通に。私まだ夜はバリバリ半袖半ズボンで寝てるんですよだからなんか T シャツでまだ寝てるんですよ。なんか T シャツってさ楽だからさ、切り替えるの大変なんだよね意味わかんないけど。いや 寒いけど寝るときはなんだろうな、朝寒ってなるくらいでもそんなまだいけるくらいのあれなんで、そまだ着ちゃってるんだよね私いつもね。長袖になるタイミングを遅いなって思う。早く着替えればいいのにって自分で思いながらも、あの T シャツの快適さってなかなか抜け出せないんですよね。1週間くらいは半袖か。もう夜とかは全然平気なんですよ。朝あ寒いからってくらいなんですけど。さすがにやばくなったら長袖に切り替えます。ギリギリまでね、そうギリギリまでなんだよなぜか。眠い、今日も一日中眠かったです。喋らないと眠くなりそう。え、暗いかなさっきから暗いかなしか言って。電気、電気つけようかな。お腹すいた。あと2週間くらいで10月終わっ、10月早いね。10月もう終わっちゃうやん。食べてないです。まだだよね、さすがにまだ早いか。今日って19、本当に曜日感覚、日付感覚がもう私にはありませんので、あと5日でイベントだしね。早いですね、日の月日の流れは。え、確かにお話し会がもうすぐっていうのが確かに。ほんまや、ほんまや、忘れておったわ。お話し会は11月の3日やで、
お話し会はもうすぐやな。え、もうそっか。お洋服買いに行きたい。最近買いに行ったんですよ。久しぶりにおっこれは買おうって思ったのがすごい。いくつもあってたくさん買いました。だけど買いたいな、またお洋服。お話し会に向けて。新しいお洋服を買いに行きたい。明日行こうかな。行けるか分かんないけど。ねえ、ニットも欲しいな。去年本当に服を買わなかったから、あまりお洋服、冬。今年はいっぱい買いたいな。博多弁出ることある？出ます。基本博多弁です。博多弁福岡方言出ますよ。ショールームだと出ないです。家族や地元の友達や仲のいいメンバーと話している時に出ます。待って、暗っ。ちょっとこの髪型で前髪、いや前髪なくそうとかも考えたんですよ。もう髪長伸ばしたらいい感じなんじゃないって思ったんですけど、ちょっともっと大人っぽくなっちゃうなと思ってやめました。とりあえず切ることにした。だから、ね、ちゃんに LINE 返しました。はい、てかちょっとあったんで、昨日ちょっとですけど返しましたよ。すぐに返信が来ました。既読無視すんなって来てたんですよ。でそれも未読無視してたのですぐに配信が終わって来ました。あ、送りました、返信しました。そうで、なぜ既読無視をするのかっていうことをすごい問い詰められたの、聞かれたので私なりの弁解をいたしました。こういう理由とこういう理由とこういう理由でっていう、意味がわからんって言われましたけど返すだけやんねんみたいな。納得してくれ。いや、意味がわからないって言われましたけど、のんちゃんはそう返信早いタイプだからね。
私が悩み中だからちょっとまだ返してなかったって言ったら、じゃあ悩み中って送ればいいんだよって言われました。あ、はいって言ったんですけど、返したいと思います。これからは返そうと思います。ちゃんとしっかり、今日顔丸く見える。私絶対太ってたもんだよね。いや太ってたと思ったら余計そういう頭になっちゃうから、あんまり気にしない方がいいですね。一人で自己解決。夜ご飯まだこれからです。お腹すいた、めっちゃめっちゃお腹すいた。みんな食べましたか？あ、ご飯、夜ご飯まだこれからか。お腹すいたね。お腹すいたよね、みんな。さすがにさ、お腹すいたよね。熱、謎の熱。お昼食べました。めっちゃ食べました。髪切ったか。いや最近私すごい食べすぎてる。いやでもそんなことない、服のせい。いやうん、髪切って可愛さが増しましたね。友達に本当は髪切ってよかったねって言われたので、本当髪切ってよかったと思いました。でも昨日ね、そうめっちゃ友達に昨日本当かね、髪切ってよかったねってめっちゃ褒められたんですよ。嬉しいと思ったんですけど、今日ね朝ね、あのなんかマネージャーさんからなんかいろいろ LINE をで会話をして、 LINE 上 で最後に、まあただ髪を切ったのがすごい似合ってなくて残念でしたで LINE がの通知が来てて、起きたらっていう夢を見てたんですよ。夢ですよ、夢なんですけど。そんな夢を見てあって、あ夢でよかったと思ったんですよ。うんって話。いや途中から何を言ってるのか分からなかったんですけど、そう夢です、夢です。夢よかったって思ったっていう話です。今日すごいね、いっぱい夢を見た。夢でよかったって思いました。そんな言われるかと思って、え夢じゃなかったらきつすぎる、嫌いになっちゃいます、そんな人。昨日さ、最近スーパースターに夢出てこない、あ出てこないですね。昨日はなんか大きなショッピングモールで迷子になる夢を見ました。しかもなんか一人で行ってお客さんが全然いなかったの、見たのすごい不気味な夢だったからよかったです。
マネージャーさんからの本当の話。まだね、髪切って会ったマネージャーさんが本当に数名というかあんまりないんですけど。一人の方は、あ、カレンちゃん髪切ったのって言われて、あ、切りましたで終わりで、まあ、その後違うとこ行ったんで。もう一人の方は髪切ったら楽ですよねみたいな話をしました。だからさすがにやってないみたいなことは言われてないので大丈夫です。夢で言われたのは実在するマネージャーさん。そうなんですよ。でもその方に髪を切ってからまだお会いしてないんですよね。だからどうしよう、実際に髪切ってから会って本当に言われちゃったらそんな方じゃないですけどね、とっても優しい方ですけど、うん、そんなことはありません。え、何も言って何もですよ、何も言わずに切ったんで。でも美容室とかで切ることは言ったんですかとか、いろんなとこで切るっていう、なんか言う事務所とかにはみたいな風に言われたけど、言ったのとか全く何も言わずに切りました。確かに最近ね、バッサリ切ったメンバー多いですからね。報告全然しないです。何もせずに切りました。切りますとも言ってないし、切りましたとも言ってなくて、言わなくてもいいと思う。別に切るときは言ってくださいって言うんじゃないかな、そういう場合髪型の制限はないですねと思います。あったら言うくないかな、どうなんだろう。昨日ね、部屋の窓にカメムシが5匹ついてましたやばくない？私ちょっと驚いたんですよ。あ、外の方だったんですけど、外側ね、お外側だったんだけど、え、なんかついてると思って、え、虫？カメムシ？え、1,2,3,4,5 みたいな感じでした。1,2,3,4,5 みたいな、やばくない？びっくりしちゃって本当に、ちょっとびっくりしましたね、その光景は。一度にあんなカメムシを見たのは初めてでした。気持ち悪すぎて、マジ夜になったらいなくなってたんでよかったんですけど。これは夢の話じゃなくて実際の夢です。実際の方、実際の話です本当の話、リアルな現実の話でした。テニスコートには500匹くらいそれは嘘、やばい、カメムシが500匹も襲ってきたらもう死んじゃうわあー、すごすぎる、ほら恐怖映像すぎる。カメムシってこの涼しいっていうか寒い時期に出てくる？
カメムシ一時見てないなと思ったらさ、急に公園出てきた時にですね超なまったずっと見とらんねえと思ってたらですね、急に公園出てきたからですね、びっくりしたですよ本当に、ね、カメムシが窓に5匹もついとったんですよ。なんかこれはと思ってからね、夜になったらおらんくなっとったけんよかったですけど、もう5匹びっくりしたですよ本当に。夢に、確かに夢にできそうだね。寒いからお家に避難するらしい。ほんといい迷惑だなほんといい迷惑やな。自分のお家に帰りなさい。カメムシのお家はあるのかな、土の中。カメムシ どうもどげもしとらんですよ。そのまましとったらおらんのよ、伝えです。それカレンちゃんのファンでは、なるほど。だってね、私の部屋にしか集まってこなかったですもん。他の部屋にはおらずに私の部屋に大集合してましたから。ショートにしたので見に来た可愛いかよ、なんか可愛いな、その言い方。カメムシ今の季節に大量発生する時期、なるほど、そういう時期なんですね。仕方ないですね。では弟くん見つけたら食べたいでしょ何言うのやばすぎるでしょ、やばすぎるでしょ。9月か11月くらいまで、いやー嫌だな。カレンオシ、吉田カレンオシか、カメムシの皆さんも。え、待って今も見ました、ちょっとびっくりなんだけど、今私の目の前にある窓にもカメムシがついてる、2匹しかもさ、こんな窓があって、ここにチョンって逃げこことこことかじゃなくて、こんな大きい窓にチョンってついてます、2匹。本当にやめてほしい。なんかもう見るだけで物ぐらいってなっちゃうからやめてほしい。てかもう18時過ぎてるわ。終わるわ。ショールーム見に来た。そういう言い方すると可愛いよね。ショールーム見に来たみたいな。推しに避けられてる。ちょっとごめんなさいって感じ。やだ。田んぼが近いと嬉しいっても聞いたことある、うん、なるほどね。覗かれてるね、やだ、ダメですよ。ちゃんと配信見てください。このね、ショールームというアプリで見てほしいですけど公開収録なんかチケットがなんか買われましたかってね、何も販売してないですけど、ダメですね、こんな出待ち、出待ち、出待ちされてるわよくない、よくない。今日公開してないですよ、配信のみと なっておりますけどもよし終わります。ランキング読みます。13位石のピンポンさん、ありがとうございます。12位オニオンナイトさん、ありがとうございます。11位ゆきひらさん、ありがとうございます。10位トリオエイジさん、ありがとうございます。9位ひでじろさん、ありがとうございます。8位まさやさん、ありがとうございます。7位ひでとさん、ありがとうございます。6位パーターピンさん、ありがとうございます。5位ひがさん、ありがとうございます。4位ぬっしーさん、ありがとうございます。3位あきふみさん、ありがとうございます。2位ぽくれんぱさらんさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。よいしょ、じゃあね、ありがとう、バイ、また、またね。ありがとうございました。バイバーイ。